本日7月14日はひまわりの日です。1977年の今日、日本初の正式小衛星ひまわり1号がアメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられたことを受けて制定されました。ひまわりの名前は植物のひまわりから来ており、常に太陽を向いているひまわりのように、 常に地球の方向を向いているという意味があるそうです。ちなみに現在は、ひまわり7号と8号が活躍しています。3年後の2022年には、ひまわり9号にバトンタッチされる予定です。私が将来技術者として活躍する頃は、14号あたりの出番でしょうか。ぜひ私も開発に関わりたいです。 以上、埼玉県立美郷工業技術高等学校放送部がお送りしました。